タイガー・アリシンはカナダ・オンタリオ州トロント出身のプロレスラー。父親はインドの教トラコとタイガー・ジェット・シン。少年は1971年ともされ、ミック・シンの通称でも知られる。学生時代はバスケットボール選手として活動、幼少時から父タイガー・ジェット・シンの英才教育を受け、地元トロントでデビュー。1992年11月。 タイガー・ジェット・シン・ジュニアのリングネームで、ネットワーク・オブ・レスリングに初来日。タイガー・ジェット・シンとの親子タッグも実現したが、父に反旗を翻し、上田馬之助の息子の広、上田と、息子タッグチームを組み、父親タッグチームと構想していたこともある。1994年12月には、父と共に、平成維新軍の興行で新日本プロレスに参戦。 翌1995年1月にも新日本の東京ドーム大会に父との親子コンビで出場した。1997年からはタイガー・アリシンのリングネームで WWF に登場。バブーコとパブロ・マルケスをメシシ駅にインド移民の大富豪の息子というギミックを与えられたがブレイクには至らず。プエルトリコへの転戦を経て2000年の末より ディーロ・ブラウンとチャズのタッグチーム、ローダウンのマネージャーとして WWF に復帰するも2002年に契約を解除された。2008年には父とハッスルのリングに上がり、天竜玄一郎越中四郎と対戦した。ありがとうございます。